副派新史史館副派新史史館は、中国北宋時代の書家、詩人である、皇帝県の書で、皇帝県の晩年の傑作として著名である。親戚は現在、東京の衛星文庫に収蔵され、重要文化財に指定されている。副派新史史館は、県中安国元年5月、皇帝県が57歳の時に、慶州において、竜釈の詩、京副派新史史一種と、 自罰を書いたものである。資本の牧書で、書体は会書に近い行書体であり、毎行3時から5時、自罰を含めて46行にわたる対策である。同年4月、皇帝県は、慶州に来て間もなく、今から10年前の書を見ると、まるで自分が書いたとは思えない。と述べているように、この慶州時代から数年4年に、彼が没するまでの5年間が、 最後の延熟した時期であり、この時期に所した、副派新志士官は皇帝権の名品とされる。皇帝権は、新法党による迫害を受けて転々と流され、元府元年には、恵比寿州に託せられた。元府三年に、基礎が即位して、初めて許され、12月に恵比寿州を出発し、翌年の県中安国元年4月に、皇帝権の愛する地、慶州に戻った。 しかし、副派神志士官の自罰に、慶州錆びの水、みなぎること一条、包み状の泥、深きこと一尺、とあるように、その時慶州は大洪水に見舞われていた。副派神志士官に処した、京福派神志士は、水難を守る神として祀られている。副派神志を営じたものであり、皇帝権は、目前の洪水に感じ、水神に祈る気持ちがあったと考えられる。 高村光太郎は、副派進士士官に浸水し、毎朝、目習いしていたという。そして、高村の、高三国についての中に、副派進士士官の批評があり、一字ずつ見ると、その筆法は実に、初心で、まるで習い始めの人のように筆を跳ねたりする。何しろひどく不器用に見える。それでいて、高三国の書は大きい。何よりも、 高山谷の書は内にこもった中心からの気迫に満ちていて、しかも、それが変な見てくれになっていない。強引さがない。強いけれども、悪毒ない。木突だが品位が高い。思うままだが乱暴ではない。うまさを通り越した境に突入した書で、実に立派だ。と絶賛している。仕官の内容は、恐怖派進志の後に一段字を下げて、肯定権の自罰があり、 末尾に三野道人の白文法院が押されている。京福派神詩詩この詩は、当代の詩人、竜舎赦が、壺頭の福派神詩を通過参拝した時の作である。福派神詩は、五感の福派将軍、馬園を祀った神社で、馬園は、回廊遥かの安南地方を制して孔があり、後に、福派の名によって、水の神として祀られた。安南地方を制した孔により、 バエンは、新速攻に封ぜられたが、さらにまた、安南の武量の蛮族の討伐に向かい、高齢の身でありながら地形が険しい壺頭を、陣地として戦った。しかし、悪役の流行特戦の末、多くの兵士を失い、自身も、洞窟で病死し、官位も剥奪された。それが、皇人の道場を引き、副派将軍は水難を守る神として、 当時民間に信仰され、各地に紳士が混流された。京福派紳士氏は、この福派将軍を祀った祠ら前を過ぎての感慨の詩である。自罰、福派紳士氏間には、蝶高義と文長明の罰がある。蝶高義は、誠に一代の機筆である。と表している。文長明の罰は、火星十年六十二歳の作で、 皇帝権の書に対する感想を述べ、終わりにこの主観は、文長名が30年前に、陳天音に支持している時陳下で見たこと、そして今、花夏に返している時これを題したことが書かれている。ロザン博物館内の皇帝権増皇帝権は、絶えず過去の自分の書を否定し、精進を繰り返しながら、向上を目指して進展していった。中田雄二郎は、 彼の学級と鍛錬と護道を身をもって体験しなければ彼の書を本当に理解することは難しいであろう。深くその書を愛し、深くその義を取るというのが彼の信念であった。と述べている。民の陶器章は、妖大別衆で各時代の書の特徴について、新人の書は陰を取り、当人の書は法を取り、宋人の書は意を取る。と記し、真の針も、 表書長において、進むは因を尊飛び、等は法を尊飛び、相は異を尊飛び、元、名明は体を尊飛ぶ、と表現している。これについて、真の評判は次のように説明している。進むの書は、自然の原理の上に立ち、その書法は、自然の封印の中から生じている。それを人に例えるならば、新鮮のようである。等の書は、書の技法を第一とし。 その精神は、技法の中に現れている。それを人に例えるならば、聖人のようである。僧の書は、一種の深さを尊び、個人の書法は自ずからその中に備わっている。その風格は、豪傑のようである。皇帝権は、書頭の四体下は書法に拘束されて、逸義は破壊された。と言って、書頭の四体からを、王儀師の逸子を破壊したものとして非難している。 これに対し、政党の長局、元神経の書は、五木の趣向きを備え、生命感にあふれ、感動のほとばしりががえると絶賛している。宋代の書は、北宋の祖職、皇帝圏、米仏、西条の四大化で代表するのが、一般的であるが、西条は、王義氏以来の伝統的な書をよくした人で、米仏も王義氏をはじめとする、新人の書を学んだ。また、 書論において、意という用語を多用して、書の分析をしたのは素嚼に代表され、それを継承し、さらに発展させたのは、肯定権である。よって、意を取ることによって特色づけられる革新的な、壮大の書風を、最もよく代表するのは、素嚼と、肯定権ということになる。両者には、眼神経、状曲、回祖、用業式などの革新的な書を慕うという、 共通点があるが、違いは、皇帝権が、筆法にこだわり、特に草書の鍛錬を持続したことにある。葬色は筆法を、あまり重視しておらず、我が書は、意で作ったもので、本より法などない。と述べている。皇帝権は、死の葬色の書について、外父場の書は、学問文章の気が、うつうつとして、筆木の間に発しており、これが、他人の真似できないところである。 と敬意を払っている。また、宋代には、書の表現の自立傾向が進み、他者の詩を書くことによっても、自作の詩を書くに等しい表現が成立するに至った。この、副派心詩詩館も、例外ではなく、これはもはや、流釈の詩ではなく、皇帝権の詩というべき表現となっている。皇帝権は、歴代の書家の中で最も国名にその学書経歴を、たどれる人で、 彼の大罰から彼の書家としての特徴がわかる。例えば、私は34年、総書を学んだが、はじめは、周越を死としたために、20年、振り払おうとしても続気が抜けなかった。晩年に、蘇春元、春金兄弟の書を見て、個人の筆意を悟り、その後に、長曲、回祖、高官らの墨跡を得て、筆法の妙を伺うことができた。と言い,い、 経歴を概括している。そして、これらの大罰をもとに、彼の章以下のように区分することができる。元夕時代皇帝権は、元夕時代の章、昔、王帝国が私の章を巧みでないと言った。私にとっては、書が巧みであるかどうかは、問題ではなかったが、私は王帝国の言葉に深幅していなかった。しかし、今日から考えてみると、 王帝国の言葉は間違っていない。洋室に、金盾を知らないのは、いわば字の中に、筆がないというものである。と、自ら表紙、それ以後の書と区別している。賢州時代、エビス州時代に、賢州時代の書を次のように反省し批判する。世が、県南にいた時には、まだあまり字が弱々しいことに気がつかなかったが、エビス州へ来てからは、 前に書いたものを見ると、多くは憎らしく、大抵銃のうち三つ四つがややまっしだと思うだけである。今初めて個人の沈着通快という言葉を悟った。という。エビス州時代エビス州へ移る際、県州での書は、意は尽くされていたが洋室が及ばなかった。エビス州へ来て、通りかかりの船の中で、 長年訓練された先導が船を漕ぐのを見て、少し書が進むのを覚えた。これからの地は、意のままに王室が伴ってきた。という。このごとくの仕方は、長局が剣気を回すのを見て、筆法の神髄を得たこと、また海祖が夏雲の風にたなびくのを見て、草書三昧を得たことと告示しているが、皇帝剣と長局、海祖の両人には大きな違いがある。 それは、長曲と海祖は、酒の酔いに乗じて書いていた点で、この点に関する、肯定権の論述はないが、祖職はこれを重視しており、長曲の総書はいつも酒に酔ってから書き、酔いが覚めるとその天真さが十分現れなかった。これは長曲が死命の域に達していないからである。と述べている。続いて、大義氏は、果たして酒に頼るということがあったであろうか。 私もまだこのことから抜け出せないでいる。と、長極同様、卒職自身も酒の作用がなければその境地に達しないことを述べている。これに対し、皇帝権は常に酒に頼ることなく努力を重ねたのである。慶州時代とそれ以後、皇帝権は副派心志士,士官の自罰で背中に腫れ物ができているので思うように書けなかった。もしこの章を 昔の友人たちに見せたら何と言うだろうか。元友中の私の書だと言うであろう。と記している。皇帝権は、慶州に来て、すぐに、年を取って、病気がちで何事も思うようにならないが、ただ書だけは、ますます良くなるように思われる。と言っているように、慶州時代の、福橋西史館を、元友時代の書と言われることは考えにくい。この表裏した。 自罰の真意について、中田祐二郎は、晩年、個人の洋室の妙を悟ってから、後の、円熟した境地を案に自負しているもののようである。と述べている。皇帝権の最晩年の境地を表現した言葉に、すべて字を書くときには、疑心の人の書をじっくり鑑賞し、これを心に得得すれば、おのずと個人の筆法を知ることができる。創生学ぼうと思えば、 会所に詳しくなければならない。筆を下す時の教配を知れば、草書の書き方はわかり、草書は決して難しいものではない。とあり、これを原尊の作品に照らしてみると、理白奥旧友史官から、書上座長が挙げられる。葬儀方向提見は、個人が、書に巧みである理由は、他でもない。ただ、洋筆がうまくできるためである。と述べ、また、 書を学ぶにはまず洋筆を学ばねばならない。と述べているように、書の表現技法の中心は洋筆であるとしている。続いて、洋筆の方は、双甲かゆで、手の開きを指身で書かなければならない。無名指を筆にいせると力が出る。と述べている。これは裁判年の論述の一部分であるが、この中の、無名指を筆にいせると力が出る。について、 クイセコ白樹は、最も弱い指である薬指を伸ばすようにすると、指全体が引き締まって、筆は立ち、有形な筆致が生まれるということである。これは筆力を加えるための一工夫で、実作家のみが体験上監督し得る隠し味を提示しており、三夜の書の底力の秘密がここに潜んでいるようにも思われる。と解説している。タオリー法。 副派神志士官の例えば、一以降苗類の一の字は、幾重にも震えたように波打っている。この洋室を、オり法と言い,い、後の時代の行書のモデルとなった。一つの点角を、トン、数トンの三つの要素からなるリズムで書く書法をオリ法という。このオリ法は、初頭時代に解書体が成立することによって生まれた、リズム法である。高帝県は、このオリ法を、 さらに細分化し、気質は、気質の気質、気質の喪筆、気質の収筆に三分割され、喪筆も収筆も、同様に三分割され、合計九単位に分割された自覚が、さらに上位の気質、喪筆、収筆の三単位に連合されている。皇定剣は、エビス州時代に船導が船を漕ぐ時の櫓の動きを、見てこの大折法の書き方を思いついたという。 石川九葉は、書とはどういう芸術家の中で、書は、構造的に彫刻と容易に痴漢し得る深さの芸術、いわば彫刻である。と述べている。そして、肉筆の中に、その深さの理解されやすい例を求めれば、真っ先に、皇帝剣の、副派心志士官が思い出される。とし、その具体例として、上述の、一の字を示して、倒り法の解説をしている。 続いて、目をつむって、力任せに打ち込むというような無謀さはない。慎重に静かに打ち込み、対象からの手応えを感じ、その対象からの跳ね返りに合わせながら、丁寧に掘り進んでいく。そこから、レードのような世界が立ち上がってくる。それが、副発心志士官の世界なのだ。と表している。造方向定験の機質は転生を思わせるような、造法の打ち込みが多い。 この気筆における天霊の筆位は重要な意味を持ち、皇帝権が五十歳の時総書三枚を得たというのも、方々の露足すぎの発見であった。彼は、新官の天霊に遡って学級した結果として、個人の洋筆と筆位を悟ったのである。新末の行為は、僧人の書の中では、自分は最も、三夜を愛する。うつぬけの気を増し、筆法は、やせつよで、 天書に起源している。と表している。会書の王や、王陽淳の洋筆法は方法を出すのが特色の一つであるが、この王陽淳の奏書、戦字文がある。やはり露法の洋筆による奏書で、この拓本の末尾に、皇帝権の年少の時の詩、周越の罰があることから、皇帝権もこの書から少なからずの影響を受けたと考えられる。この奏書、 戦時門の特徴について、非、対天来は、会所に報道を出す、洋筆法をもって、直ちに草書に適用すれば、このように軟弱になるのが当然であるから、王の書たることは、疑いあるまい。と述べ、また、非、対南田には、この書は、軟弱な点はあるが、一種独特な表現があって、日本にも朝鮮にもこの特徴ある草書が学ばれた、形跡がある点から見ると、 当時においては、この体が精神な書風の一つであったと考えられる。と述べている。このような書風の草書について、皇帝権は、恵比寿州時代に、近頃の市大部は、古法を得得しているものは、ほとんどなく、ただ筆を左右に持て遊んで、それを草書と言っているだけである。草書は、実は、かと、天令と法を同じくし、意を同じくするものであることを知らないのである。 と論じている。続いて、数百年来、ただ、長長氏と海祖と私の三人だけがこの法を悟っている。と述べているように、皇帝権は、恵比寿州時代すでに総書のわかるのは、長局と海祖と、自分だけであるという境地に到達したのである。長局と海祖が競争で有名なのは周知の通りで、あるが、皇帝権は、海祖の競争体の代表作。 自助帳を見て、草書の名を悟ったと言われている。ありがとうございます。